どうも、中田敦彦です。さあ、今回のテーマはですね、トランプ圧勝の背景と未来予測ということで勝ちましたね、トランプさんがね。いやー、11月5日にですね、大統領選、そしてね、大統領選だけじゃなくて、実はあの、上、王院、下院のですね、まあ、言ったらまあ衆議院、参議院みたいな、議会の選挙というのも行われていたんですね。その結果が、トランプおよび、そのトランプ、要する、共和党の 圧勝だったと言われてるわけなんですよね。まあトランプさんが勝った、あね、カマラ・ハリスさんに勝ったというだけではなくて、その上院、この上院はね、あの、その定員が100人のうちのその、3分の1だけを入れ替えるっていう、まあ参議院みたいな感じですよね。の入れ替える選挙だったんですけども、そこでも共和党が勝って上院は過半数を共和党が占めるようになり。で、下院はですね、全員入れ替えるというね、選挙の中で、さらにそこも、 共和党が過半数を取ったことで、上院、下院、そして大統領、この三つをですね、一個の党、まあ、共和党ですね、が独占するという事態になりました。これのことをですね、トライフェクタっていうらしいんですよ。もうなんか三連勝みたいな。トライフェクタが完成したっていう。これが完成するとどうなるかというと、まあ、法律通しやすいわけですよね。 2000ね、20年の、だから4年前の選挙では逆の党ですね、バイデンのね、民主党がそのトライフェクターを完成させて、ゴゴゴッとね、法律を通したわけですよ。ね、は、あの、それまでのトランプの反動の法律をバンバンバンと通したんですけども、中間選挙っていうのがありまして、その4年の任期の間の2年目ですね、2022年にもう一回選挙をやった時に、バイデンどうなのということで、この、 トライフェクターの一角であると思うんですね。その会員がですね、共和党の過半数に押し戻されたことで、この後半2年間というのは、なかなか民主党思い通りやれなかったというふうに言われてるわけですよ。 つまりこの今回その真逆の現象、共和党がトライフェクトを完成した、ね。その状態のことをね、もうトリプルレッド、赤、ね。あの、共和党のイメージカラーが赤ですから。で、あの、民主党のイメージカラーが青ですから、この赤にトリプルでなった、トリプルレッド状態になったということで、これもトランプ政権のトランプさんのやり方がどんどんどんと進むというふうに言われてるんですね。これね、もうこの、ほぼトラとかね,ね、角トラとかね。 一瞬言われてましたよ。あの子を銃撃されて、うわーみたいなね。あの時はもうほぼトランプさんなんじゃないかと言われたけども、バイデンさんが下がってハリスさん出てきてから、こんな予想じゃなかったんですよ。そっからもう大接戦になるだろうと。ハリス来てるぞという下馬評だったんですよ。超接戦になるぞって言われてたのに、蓋開けたら大圧勝。 まあ、いわゆるですね、接戦になるぞって言われてる州と、ここは共和党 B 期だよねっていう州と、ここは民主党 B 期だよねっていう州が分かれてて、その激戦の7州っていうのがあるんですよ。その揺れている州っていうことで、スイングステートってのがあるんですけどね。このスイングステートをなんと全部トランプさんに取られてる。 これはテレビなんかのね、いわゆるですね、メジャーなメディアではですね、予想だにしてなかった展開だというふうに言われてるんですよね。この接戦7州全部行かれるかと。これはね、あの、その前の2016年にトランプさんが勝った時、よりも勢いあるんですよ。その時はね、接戦州をね、6州取ってトランプすごいなってなってたんですけども、今回はそれ以上の勢いで7州全勝ということですから、いかにですね、これ圧勝だったかと。 いうのが分かるわけなんですよ。で、さらにはですね、この7州のうちにですね、ここは、ね、えー、この共和党じゃなくて民主党、ね、バイデン、ハリスの陣営ですよね、の方に触れるだろうと言われている、その7州の中でも3州。これね、青い壁、ブルーウォールっていう州があったんですよね。具体的に言うと、ペンシルベニア、ウィスコンシン、ミシガン。この州は、 民主党に傾くだだろうっってていいつもなってる青い壁だここを絶対に揺るがすなよというな進撃のマリア・ウォールみたいなそういう状態それをですね突破されてしまったこれはですね単純にこのハリスが負けたというだけではなくて圧倒的に今までのこの民主党政権全体に対して脳、NO、が突きつけられた民主党離れを起こしているっていうふうに言われてるらしいんですよ。 じゃあなんでそうなったのこれはですねこれ、日本にいながらにして知るってのはなかなか難しいですよね。アメリカどうなってんのと。ね。日本でも大変ですから、物価が上がったり色々あってね。うん、日本どうなんのなんて思ってますけど、このアメリカがどうなるのかっていうのはですね、日本をこれからを占うのにものすごく重要なんですよね。アメリカの影響をものすごく受ける。 だからアメリカがガラッと方針転換するってことは日本の未来もガラッと変わるってことなんでこの背景を分かっておくとむしろ日本の未来が分かりますからこれちょっと背景を解説させていただきたいと思いますまあニュースでねトランプ勝ったっていうのは分かるけどなんでとかこれからどうなるのか分からない人のためにですね今回丸と授業させていただきたいと思いますので最後まで聞いていただければと思いますそれでは行きましょう背景なんですけれどもまずですねバイデン民主党政権のですね、まあ、失策大失敗だったと言われてるんですよ そんなに失敗してたのと何かちょっと元気なさそうでヨボヨボしてるなっていうのは不安だったけどアメリカって我々からするとねずっと強い国ですしもう無敵の国のイメージですよねだけど今回は大失敗してた何かとインフレなんですよねインフレーションって何ですかこれなんだよね デフレの逆ですって言われてごめんなさいっていうね <laughs>。デフレもわかりませんっていうね <laughs>。インフレ、デフレわかりません。スタグフレーション、もう、うんうん、どうついたるかって、そういう話なんですよ。インフレ何度説明してもわかんないですけど、もうね、そろそろ覚えたいところですけども、これもう一回説明すると、物価が上がるってことです。単純に。ね。貨幣価値が下がって物の値段が上がるなんて言われると、ね、え、えってなるんですけど、単純に言って物価上がるよと。うん。だからまあ、50円で買えたものが、60円になり、70円になり。 これシンプルにどうなるかって生活苦しくなりますよね。うん。でもインフレを起こしてるんだけれども、これ実はですね、インフレって緩やかに進むと後継期とも言われるんですよ。お、う、お、ん、日本でも物価上がってますよね。でも日本は後継期とは言われてないんですよ。これなんでかというと、いわゆるコストプッシュ型って言って、その、 需要が増えてるから値段が上がるんじゃなくて、おい俺もあれくれよ、あれくれよってね、もうあのチケット買いたいからってプラチナチケットになって値段が上がるってやり方じゃなくて、材料費が上がってるんですよとかね、うん、そのコロナで人員が確保できなくて人件費上がってるんですよとかいうコストが上がることで物価が上がっていく。または円安によってね、輸入コストが上がっていって、ええドルで、えそんなに日本高いね、そうなって上がっていくっていうインフレだったので、 ちょっとねという状況なんですけど、アメリカはそうじゃないって言われてたんですよ。アメリカ、いわゆるザ・高景気インフレなんですよ。めちゃくちゃ経済強いんです。アメリカはですね、今そのコロナが明けてから世界中が羨むほどのですね、高景気のイケイケどんどんの高景気型、ディマンドプル型、需要が増えて需要に引っ張られる型のインフレだって言われてた。ただね、庶民にはこれやっぱり苦しいんですよ。要するに高景気だ。ね。 も物の値段が上がるから物をもっと高くやっても売れるよっていうのは経営者の視点ですよね。だから会社の社長はいいわけですよ。だけど庶民で会社経営しておりませんという状態の中で言うとですね、やっぱり給料高くもらえてる人はいいんですよ。だけど給料が上がってないよっていう低所得者層、ね、貧困労働者層、皆さんからするとですね、ただただ物価が上がってくる。これに対してですね、対策ができなかった。 これをですね、民主党政権の失策の一番大きいものとして捉えてるんですね。実はですね、この民主党政権っていうのはどういう人に支持されているかというと、どちらかというと高学歴のエリートの白人の方々なんですよね。うん。だからヒラリー・クリントンとか、カマラ・ハリスなんていうのはですね、どちらかというと多様性とか平等とか、女性の権利とか、民主主義とか、みんなの意見を平等にとか、そういうことをですね、重要視している。 で、知的な方が多くて、まあ、ヒラリーも、ハリスも、まあ、放送会、いわゆるね、弁護士とか、検察とかのね、法律を、法律家のプロから来てますから、インテリなんですよ。高学歴なんですよ。その上で知的なんですよね。で、都市部に住んでるって。そういうエリート層に支持されてきたのが、この民主党のおヒラリーとか、ハリスなんですけども、そういった人たちではない、 低所得者の労働者の方々からの声っていうのを圧倒的に吸い上げたのがトランプさんだったわけですよね。ええー、もう面白いデータで言いますと、ハリスさんを支持している人の78%は生活は苦しくないっていうところに丸をしてる。比較的生活に余裕のある人に支持されてるのがハリスさん。で、トランプさんの支持者の73%はこれ生活が苦しいに丸をつけてる 要するに、ね、ハリスさんの支持者の大半、78%は生活は苦しくない。トランプさんの支持者の73%、大半が生活が苦しい。で、今回このインフレによって、生活が苦しい人たちの怒りが爆発したと。いうことで、民主党の、ね、その民主主義を守ろう。ね、トランプさんがね、まあ、人種に関してとか、移民に関してとか、厳しいですよね。うん、で、かなり女性に対しても厳しいですよね。 なんかセクハラしてんじゃないのパワハラしてんじゃないのなんていうね。うん。なんか差別的な発言とか目立つから、ちょっとびっくりしますよね。うん。だけど、もう民主主義とか多様性とか女性の権利とかを耳に入らないぐらい貧しくなっちゃってた。これ難しい話ですよね。ええー。だってアメリカって裕福なんでしょと。貧しい人少ないんじゃないのっていうのが我々のイメージですよね。世界最強国アメリカ。 ですが、そのアメリカ強いぞ。ね。ガーファーを持ってるぞ。ね。テックの偉大なるスーパースターたちがいるぞ。ね。そういう一面もあるけれども、ものすごい貧困にあえでるっていう人たちもものすごいいるわけです。分断がすごいですよ。日本の比じゃないぐらい貧富の格差が広がってる。どこでこれが顕著に出たのがですね。なんとサンフランシスコ。サンフランシスコといえばあのね、シリコンバレーがある。 非常にリベラル優勢って言われたんです。リベラルっていうのは、どちらかというとさっきの民主党政権みたいな、まあ自由とか平等とかね。だからそのアップルとかグーグルみたいな企業ってね、ガレージから始まって、大ね、既得権益なんぼのもんじゃいっ,つってね、俺たちの自由を確保するぜ、インターネットで既得権益をぶっ飛ばせみたいな、うん、いろんな奴らがチャンスを集めるために、みたいな、そういうちょっとカウンターカルチャーというか、 その反逆の精神を持って、リベラルが多いっていうのがサンフランシスコのイメージだったわけなんですけども、サンフランシスコ、シリコンバレ、大成功したテック企業の、その、後ろでですね、ものすごい闇が、影が生まれてたっていうんですね。このサンフランシスコは、リベラルな、その、政策を、寄り取った州なんですよ。それが、なんと、大失敗して、どうなったかというと、ホームレス。 ドラッグ中毒者。そして万引きや窃盗などの犯罪。これがめちゃくちゃ増えちゃったんです。えー、そうなのサンフランシスコシリコンバレットすごいかっこいい州のイメージですよね。でもそうではないんです。つまりですね、この貧富の差にインフレが直撃している中で、進歩的でリベラルな政策が逆効果を発揮してしまった。それが顕著に出て、さらに貧困が進んで、ものすごい怒りが溜まっているのがサンフランシスコ。 ものすごく混乱してるらしいんですね。なんと、ホームレス。全米のですね、30%のホームレスがサンフランシスコにいるらしいんですよ。だからもうサンフランシスコシジコンバレーなんてすごい豪邸あるんですよ。うわ、あれがみたいな。あれがあの有名な、ベゾスのとかなな、ピーター・ティールのとかなんかすごい有名なね、テックスターたちの豪邸、何十億とか何百億するんだろうねって豪邸のちょっと離れたとこ行ったら、ものすごいストリートにゴロゴロ寝てるんですよ。で、この、 ホームレス対策をですね、サンフランシスコの市長はですね、うまくできてないって言われてるんですね。うん、どちらかというと、路上生活をですね、黙認する体制にとったんですね。ええ、もう、路上で寝てても、まあ、しょうがないか。そういうね、成功と失敗の影だからしょうがない。それを黙認してしまった。さらにすごいのはですね、これ、万引きが横行してる。信じられます先進国ですよ、アメリカ。 ねえ、あの、ポリスメンが来るんじゃないかと思いますよね。ところがですね、この民主党政権ね、あの、リベラルな政権を取ったでいうと、オバマ大統領もそうだったんですけど、オバマの2014年時代にですね、プロポジション47っていうですね、そういうプロジェクトを取ったらしいんですね。これどういうプロジェクトかと言いますと、その、万引きとかに対してですね、線を引いてった。どういう線かというと、線を引いてった。その価格なんですよ。950ドル。 日本人で言うとですね、約14万円以下の窃盗に関しては、軽犯罪として厳しく取り締まらないって言ったんですよ。信じられます ?14 万円以下の万引き厳しく取り締まらない。なんでそもそもですね、アメリカの警察の権力が強すぎる。ね。 そのちょっとしたミス、ちょっとした犯罪でも、おい怖いって、ね、バーンってね、ショッピーでですね、うわーね、ちょっと警察権力強すぎるなと。ね、そんなにしなくても、ね、このサンフランシスコ、そんな万引きするやつ出ませんから、ね、もう人権大事にしていきましょう。警察権力の、その警察がもうこんななってね、パトロールしてたコストを教育とか、ね、 もう未来への投資技術投資に回しましょう警察の予算ちょっとカットしてパトロールがそんなしなくてもいいように、ね、してですね、うん、ちょっと警察権力弱めて、まあ、みんなによくやっていこうじゃないかなんて言ったらですね14万円以下いいんですかなんて言ったですね大体のゲーム機とかですね盗んじゃうらしいんですよいけるーっつってうわっつってプレイステーションとかガーッてやって持ってですねブーザーがピーピーとかなっててもって誰もですねこんなんでっねこれ全然取り締まらないえっ 警察電話して、あの、盗まれたんですけど、何ですかあの、ゲーム機です。いくらですかあの、8万円です。じゃあ、我慢してください。我慢してください。っていう、そういう世界なと14万円以下は、取り放題。まあ、そこまで言うと極端ですけど、どうね、捕まってもですね、すぐ釈放されるってあだったら油断しますよね。だからね、軽犯罪の万引き窃盗。 これが要するに貧困でホームレスになってるなって人からするとですね、相性良すぎるわけですよ。お金ないなぁ。あ、ちょっとしたもん取ってから出て売ろうぜ。ねね、その闇取引で売っちゃおうぜってなるわけなんですよ。さらにドラッグ、ね新たなるですね、なんか蔓延してるですね、その鎮痛、麻薬製の鎮痛剤、フェンタニルっていうね、これがね、蔓延しちゃって。 うん、路上でこう、あたたね、ぶっ倒れてる人たちですね。なんかあの、持ってんのかなんですね。何が流行ってんだ最近の俺これが流行ってるよとか、普通に出してくるんですよね。うん、こんなのを蔓延してんだぜとか言って。それもう、もう先知れないから、もうそんなの手出しちゃう。で、これによってですね、なんか年間ですね、10万人以上死んでるらしいんですよ。もうオーバードーズで。違法ドラッグの。 ええ、これ年間10万人以上ってなんですね。なんと、交通事故の犠牲者より多いらしいんです。交通事故でね、亡くなるというのはこのモータリゼーションの時代の中でですね。なるほどな、痛ましいなと思いながらも、一番多いですね。やっぱりこう、命のね、危険っていうのが、まあ、交通事故のイメージありますけども、それよりもはるかに身近になってしまってるのが、そういったドラッグのオーバードス。こういったものが蔓延してる。これなんでかというと、それもですね、リベラルの政策が関わってるんじゃないかと言われるんですよね。 それはですね、薬物過剰摂取防止プログラムという、まさにバイデン政権の2022年にですね、施行されたもので、どういうものかというと、オーバードーズしちゃわないように、適切に違法ドラッグを摂取できるところを用意したんですよ。そんなことあるっていう。どういうことですかいや、せめて、 す、もうドラッグ使っちゃうんでしょ買っちゃうんでしょせめて、もう死ぬほどの異常な摂取の仕方しないように、あの、緩やかに適切に摂取するというか、程よく摂取するように、こう、管理する。で、その上でちょっとずつ治療していこうね、という。全然違いますよね。ええー、とある国だったらその違法ドラッグ持ってったら死刑っていう国もありますからね。すごい厳しい国あります。だけど、 このね、アメリカ、サンフランシスコ、このエリアでは、なるべく死なないようにっていうやり方。いわゆるですね、非常に進歩的で、ある意味ですね、穏やかな政策を取ったわけですよ。軽犯罪、まあ、窃盗罪も。 うんドラッグ中毒もいきなりゼロにできないから柔らかく柔らかく包んでいこうよとした結果ですね、そんなものではですね、コントロールできなかったのがアメリカだったと。なので、この民主党政権でサンフランシスコめちゃくちゃことになってるじゃないかと。いうことで、もうサンフランシスコ市長はもう無能だ。 民主党政権なんて大嫌いだっていうことにものすごい怒りが膨らんでた。これがですね、背景にあったわけなんですよ。さらにそこに移民政策ですね。移民に対して非常に厳しかったのがトランプ政権でしたよね。メキシコからの移民はもう全部壁を作れなんて言ってましたけど、それの反動で移民受け入れようねと。ね、いろんな人が来てもいいアメリカにしようよと。それがね、アメリカンドリームじゃないかとやったのがバイデン政権だった。その結果ですね、3年半のバイデン政権の上で、 うちにですね、750万人の人たちがうわーっと来たわけですよね。ええー。それにですね、起こったのが、先んじていた人たちですね。先んじていた、移住してきた人たちとか、あと低所得者層の人たちとかが、まあ、そういった新しい移民がですね、労働力としてどん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 チャンスを持っていくもんだから、いや、ちょっと勘弁してくと。俺たちね、インフレで直撃してね、それでお金稼がなきゃいけないのなんで俺たちじゃなくて、 移民の最近ポッテトで入ってきたやつの方にお金は渡るんだよと仕事渡るんだよ。そいつらが俺らでちょっと安い感じで仕事引き受けたら俺たち仕事なくなっちゃうじゃん。どうなってんだもう優しくて多様性にと寛容の民主党なんて大嫌いだこうなってたらしいんですよ。でも多様性とか寛容性ってすごい大事ですよね。よく何が大事で女性の権利とかマイノリティの保護とかっていう。だからそういうね、 マイノリティの、こう、人たちから民主党政権と支持されてきたんですよ。ですが、そのマイノリティの人たちからも、そっぽを向かれる政策も一個取っちゃってたんですよ。それ何かそれがですね、中東外交なんですよね。中東、いろいろ大変でしたね。あの、もう、イスラエル、この、ハマスの、あの、ガザ地区の、うわーっていうね、えー、で、さらにはイランにまでね、 こう飛びしてって、こうイランとハマスとこうなって、ものすごい争いになってる。ね。それに対して、積極的に介入して仲裁するという動きを見せれなかったわけですよ。バイデン政権が強いリーダーシップで、君たち喧嘩やめなさいとかですね。もうそれ以上やるんだったら俺たちが制裁するぞ。そういう動きに出ないんだイスラエルもう、まあ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 。結果ですね、周りから見ると、イスラエル舐められてんじゃないのと。 ね今までアメリカは世界の警察やってきたのにどうしたのとそういう話になってる。その上で、その中東系、アラブ系の人たちからするとですね、イスラエルに好き放題攻撃させてるじゃないか。ということで、アメリカにいる中東系の人とか、もしくはヒスパニック系とか、まあいろんなですね、非白人層からですね、いやいやいや、アメリカはちょっとマイノリティも守んないじゃないと。ね でもアラブに対して冷たいじゃないということで、そこにもですね、民主党を信じてたのにと、そういうのに優しかったんじゃないのということで、失望をもたらしてしまったということなんですね。インフレに関しても手が打てない。 緩和なね、緩慢な、緩容な政策によってサンフランシスコの貧富の差は結局コントロールできない。犯罪も増えてる。移民が来てる。その上で俺たちの仕事なくなってる。インフレ直撃で俺たちもうお金もないし、ボロボロだ。俺たちが明日のホームレスだ。俺たちが明日のドラッグ中毒者なんじゃないか。そういうことでですね、ものすごい怒りが渦巻いた。さらに悪いのはですね、選挙戦略なんですよね。選挙どうやったか。 ねえ、今回徹底的にですね、メディア戦略。これを民主党は失敗し、逆にトランプは大成功したって言うんですよ。トランプの大成功の要因、これ何かネットメディアなんですよ。これすごいですよね。今だから日本の選挙でも、すごいネットメディア VS、これ、ね、テレビとか新聞とかのね、今までのね、レジェンドメディア。 これの戦いになってるって言われてるんですけど、アメリカはなんとですね、これのですね、もう拮抗してるんじゃなくて、ネットメディアの力がものすごい強いって証明されちゃった。何か。YouTube ですよ。トランプはですね、ある番組に出たの。それはジョー・ローガンっていうね、人のチャンネルらしくて、そういう人はコメンテーターとかやってるんですね、あの、元コメディアン。元コメディアン。ね。1800万登録者らしいですよ。 すごいですね。その、ジョー・ローガンのですね、番組、YouTube 番組に、トランプは出て、それ対談するんですよ。ね。ラジオみたいなブースでですね、ジョー・ローガンがいろいろ聞く。1時間、2時間ぐらいです。うわー、インタビューして、それに対してトランプがうわーって答える。このジョー・ローガンっていう人のね、チャンネルものすごい見られてるから、そのトランプのです、ね、受け答えみたいな、るほどなぁ。なんと4000万回以上再生されてる。すごいですね。で、こういったものに積極的に出てった。 アメリカではこの YouTube とか、あと、ポッドキャスト、ね。ネットラジオみたいな感じですよね。このポッドキャストも非常に聞かれておりまして、ポッドキャストにおいてもですね、このオールインポッドキャストというのがありまして、番組があって、4人のですね、まあ、非常にまあビジネスインフルエンサーみたいなね。えー、そういう人がいるわけですよ。元、えー、Facebook の幹部だったとかですね。ウ、えーバーに投資してる投資家とかですね。そういう感じの4人のですね、まあ、論客みたいなですね。いろいろ政治について話すみたいな。 そういったオールインポッドキャストっていう番組。そういうものが人気で。で、そういった番組でもですね、トランプ支持に変わってったらしい。この上ー,ーガンも、このオールインポッドキャストも、もともとは民主党支持だったらしいんですよ。上ー,ーガンそれが、いや、俺は今回は共和党を応援するって、それでトランプを呼んで、会談して4000万回線。これがものすごい影響力。ポッドキャスト、YouTube、これにね、 ハリスが出なかったって言うんですよ。ハリスさんはテレビとかには出たんですよ。だけど、このジョ、上ガンの YouTube 出とけばよかったのに。言うのは、ニューヨークタイムズのコラムニストとかも後で解説されるんですよ。なんで出なかったんハリスと。なんで YouTube ポッドキャスト出なかったんや。今、ものすごい影響力があるよ、装置。こ、ここも、民主党政権をですね、ミスってたって言われるんですね。さらにやはりですね、あの、注目されてるのが、X ですよね。イーロンマスク。 前の2016年の時も、あのツイッター時代ですよね。ツイッターの時もトランプはですね、このツイッター上うまく使ってやってたわけですよ。で、その使い方がすごかったもんだから、なんかアカウントバンされたりしてましたよね。そんな中時を経て、イーロンマスクってのはすごいですね、先見の明が。ツイッター買収するなんでですかって思いましたよね。テスラで電気自動車の人でしょ スペース X、宇宙の人でしょ何を急に X 買収して好きな人だねなんて思ってね。いろいろルール変えたいの変わった人な、ね、これがやりたかったんだ。メディアを抑えたって言うんですよ。すごいことやりますよね。自動車、自動車王がメディアを抑える。画期的だななんですよこれ前例新しいですよ。ね、フォードっていう自動車会社ありますよね。フォードさんっていう人が作ったんですけどね。あのフォードっていう人も、 実は、自分のですね、この自動車に対する、販売に対する政治的なですね、支援、受けたいなというのと、自分の政治的思想を反映したい、どうしたかという、新聞社を買収して、その新聞をフォードの各代理店に置きまくって、それでですね、自分の考えの、と違う政党をディスりまくるっていう、やり方をして、 応援する政党をプッシュして応援されるっていうやり方をとってたらしいんですよ。だからネオ新時代のフォードこれがテスラのイーロン・マスクここまで読んでた。なんせイーロン・マスクはですね一時期かですね政府との仕事っていうのを密に取ってるわけですよ。スペース X 宇宙産業って国家がかかってるでしょ。だからロケットの打ち上げ衛星の製造そういったものを国から受注して ものすごいですね。売り上,上げ上げてた。そこで思ったんでしょうね。これもっといけるんじゃないか。というのも、トランプさんって、もともとは電気自動車、EV に関しては反対派だったらしいんですね。ところが今回、イーロン・マスクの猛プッシュを受けて、考え変わってます。すごい金額の支援と、X での大援護射撃を受けてですね、こんだけ支援されてるんだらっていうことで、 この電気自動車に関しても、応援せざるを得ないそれぐらい変わってる。やっぱりスポンサーが大事なんですよ。政治家さんも。ロビーイング。結局これです。選挙の支援して、お金の支援してって言ったら、なかなかそこをないがしろにできませんよ。だって、それでないがしろにしたら次は敵陣営移られますからね。X で何言われるかわかんないし、その儲けたお金全部向こうに突き込まれたらもしかしたら負けるかもしれない。中間選挙は2年後に迫ってますから。 さらに、工具してまた盤石にしたいな、思いますよね。ロケットもどうぞ、EV もどうぞだけじゃないんですよ。このスペース X 社の社員をですね、ね、国防総省とかの、ね、政府高官に雇ってくれ、入れてくれ、なんていうですね、交渉もしてたなんてことが明らかになってるんですよ。すごいことやってますね。その上で今回ですね、濃厚だって言われてるのが、そのね、効率化、ね。 政府効率化賞ってね、聞いたことないですけども、政府の無駄をカットするっていう、そういうプロジェクトのリーダーとして、イーロン・マスクやってくれなんて言って。それも一支援者じゃなくて、もうですね、内側に入っちゃって、政府のホストカットとかやっていく。ここいらないね。ここいるね。ってことはですよ、自分の事業に対しては、いるねって言えるわけですから、これは相当リターン型。イーロン・マスクは今回の勝負に大勝ちしたって言われてるんですよ。 ねえ、すごいことです。こういった X、ポッドキャスト、YouTube。これをね、使うのはトランプは抜群に曲がったらしいんですよ。なんせですね、いろんな番組に出る中で、その YouTube も出るし、ポッドキャストも出るし、ね。その上で,ですね、いろんなメディアに出るときに、ね。こうなんかそのファーストフードのね、マクドナルドのね、その格好してマクドナルドでロケやるとか、普段そんなことしてないんですよ。うん。でも、いわゆる、 ね低所得だけど労働してるぞっていう人たちの気持ちをつかむような衣装とかムーブを取っていくんですよ。で、そういう一般庶民の人たちが今見てるメディアを熟知してそこをしっかりやってる。今までのオールドでクラシックなインテリ層が見ればいいという風に思ったのかどうかわかりませんけれども、テレビだけ出てたらダメじゃないかハリスさんということで、ここでも大きく差がついた。 もともとあった民主党政権への怒り。貧富の格差。ね。リーダーシップを発揮できないことによって、世界をコントロールできてない。アメリカ舐められてるよ。強いアメリカに戻ろうよ。経済も政治もリーダーシップのある強いアメリカに戻してよ。ね。犯罪強く取り締まってよ。強い政府。多様性、自由、平等、優しい政府。違う違う。強い政府にしてくれ。 そんな時にトランプ政権はものすごい後押しで票を取っていったっていうんですね。いやー、そういった背景があるんだと。だから我々がイメージしてる以上にですね、アメリカは悲鳴を上げてたんですよ。アメリカ、第二次世界大戦以降、ね、もう最強国家として、冷戦もね、制してで、ロシア、アメリカ、ね、それ、米ソの対立なんかも制して、ね、いろいろあったけどもずっと1位だったじゃないか。中国追いかけてきてるけども、それでも1位じゃないか。 我々からするとそうですけれども、アメリカは内部にものすごい病を抱えてるわけですね。それが貧富の徹底的な格差と、そして犯罪率、治安の悪化、そういったもの、そしてさらには人種であるとか、性別であるとか、経済レベルであるとかの徹底的な分断。 これをですね、どういうふうにまとめ上げるのか、それが非常に注目されているわけですね。そんなアメリカの国民が取った選択は、トランプ政権と共和党だったわけですけれども、この先どうなるんですかこうですよね。アメリカはどうなるの、ね、そして世界はどうなるのここ知りたいですよね。ここを知るにはですね、まず、トランプどういう人なのこれ言われているのはですね、ディール外交の人だって言われてるんですよ。ディール外交って何ですかディールってのはですね、 小取引。売買取引なんですね。つまりですね、ビジネスの人なんですよ。ねえ、もともとね、不動産王ですよね。ええー、トランプさんはですね、ビジネスで成り上がった社長経験者ですから、この政治の世界においてもですね、得をするか、損をするか、うちが儲かるのか、儲からないのか、これでジャッジするという。ただからいわゆるですね、バイデン政権の民主党が、それは正しいのかどうか、ね、あるべき姿かどうか、正義であるとか、 公平性、公正さ。そういったものでジャッジするっていう価値観よりも、アメリカに利益が上がるか、徳をもたらすか、そういう観点でジャッジをする。そういう人なの。じゃあそういう人の外交ってどういうふうになるのこれ知りたいですよね。具体的な話。台湾有事なんて言われてますよね。中国と台湾とのこの緊張関係。歴史でね。 えー、その二つの政党が、ね、国境合作とか言ってたけども、その共産党政権が中国をね、取りまして、で、国民とっての、こう、ね、こっちから、あのー、台湾に行きましたともういろいろと歴史から揉めております。ねで、国連で国家として認める、認めないとか、バチバチありながら、ね、今中国はその台湾を、台湾も中国の一部だよね、ということで、一つの中国だ。その緊張感ずっとあるわけですよ。 うんもしかしたら中国が台湾を攻めるかもしれない。そんなことになったら日本はどうなるのそれを台湾有事って言うわけですよね。日本も巻き込まれるんじゃないのアメリカは動いてくれるのそういう話。ね、ただ、このトランプ政権になったらですね、台湾有事になると、おそらくですけどもね、こういう動きになる。どういうこと、ね、台湾って今どういうところで注目されているかっていうと、ビジネスでホットなところありますよね。半導体ですよ。TSMC。世界最強半導体企業を有しているのはこの台湾。 ねえ、この台湾の TSMC が熊本に来るこないで大騒ぎしてる。世界中が注目してる先進的な半導体。半導体ってのはね、えー、導体と違って、スイッチを切ったり入れたりできるっていうものすごい小さいマイクロな部品なんですよね。スマホにも電、で、ね、自動車にも入るような、そういうものすごい現代のものすごいダイヤモンドのようなそういう存在。それを作れるのがここしかないっていうものすごいものを持ってるから、莫大な利益を上げてる。これに対して、ディールしていくっていうんですよ。どういうこと ね。台湾をそのまま守るって言うんだったら、こっちがお金使って軍事費使うじゃないの。ね。お前ら、あれだろ半導体儲けてんだろだったらアメリカ製の武器をバンバン売ってやるよっていう話らしいんですよ。アメリカの軍備を台湾の半導体利益でバンバン買ってくれれば負けないんじゃないそういう動きらしいんですね。でも、世界的にね。 こういろいろ政治的に中国の自由にはさせたくないから中国にも関税をかけるぞ。中国もしがそんな動きをしたら関税を200%まで上げてやるお金ですよ、それ。中国からも金取って、台湾からも金取って。でもこのスタンスの裏、発言の裏にあるのは積極的軍事介入をしないかもしれないという方向性なんですよね。つまりアメリカ軍が ね、世界中に配備されてて、特にこの東アジアに配備されて,て何かあったら守ってくれるっていうのが我々のイメージなわけだ。ところが、トランプの発言をうまく整理すると、そうなったらなったでディールして、アメリカの利益を考えるよっていうのがトランプの方針なんですよ。世界の平和、世界の正義、民主主義を守ろう。この民主主義を守るために、独裁国家とか、 共産主義、社会主義とか、そういうものに対してアメリカがこう手を出していったのが今までの時代でしたよね。でもそういうものっていうものが否定されてるわけですよ。ね、民主主義守ろうよって言ったカマラ・ハリスが負けてアメリカに利益を。ね、あ、ね、だからウクライナとかもそうなんですよ。ウクライナにお金をあげて支援をするぐらいだったら、 アメリカのラストベルト。ねそのこ、もう、もう、景気の悪い工業地帯とかあるわけですよ。こっちにお金を、要するに自国にお金を回そうよ。他国の平和を守ってる場合っていう意見に押し出されて選ばれたのがトランプさん。ですから、台湾友人においても、軍需産業であるとか、関税であるとかで、アメリカの利益を考えた行動を取るんじゃないか。ウクライナにおいても、 すぐ集結させてやるなんて言ってるけども、それはですね、世界平和を考えてではないんですよ。ウクライナにお金を渡す、そういうコストをカットする。ここでウクライナ、停戦しろって言われたらどうなるかというと、こんだけいろんなものを犠牲にしながら、現状ですね、東部と南部、一部のですね、地域をですね、ロシアに割譲しなきゃいけないって言われてるんですよ。 要するに、領土を取られた上で戦争をもうやめますっていう、取り返せへの戦い、やめましょうっていう段階で終わらされるんですよ。つまりこれはウクライナの正義を守るとか、世界の公正さを守るとかではなくて、アメリカが得するんだったらウクライナもやめときな。ウクライナが損するかもしれないけど知らないよと。アメリカが得をするか損するかで俺は選ばれてるからねという形でやる。 で、大きな発言としてアメリカに頼るなって言ってるんですよね。つまりアメリカの軍が動いてくることを期待するんじゃない。それぞれで頑張って、軍事費出して、頑張りなさい。ねうちはうちで、頑張って利益上げるために頑張る。そういう話をしてる。ってことはですよ。日本どうなるのかって話ですよね。日本はやっぱり日米同盟だ。日本の政治家さん言いますから。これが基本となる体制でございます。何かあったら、米軍基地あります。いうわけですよね。ええ。ですが、 日米安保であるとか、日米同盟であるとかというのは、アメリカ、日本を守る義務まで規定しているのがここなんですよね。うん。アメリカは日本をもしかしたら得をしない限りは守ってくれないかもしれないって言われたわけですよね。じゃあどういう未来が予測されるか。アメリカに頼るのは自国で頑張れってことですね。日本の防衛費がさらに増額される。こういう未来が予測されてるらしいんですよ。 なるほどねと。GDP の何まで上げるようなて、岸田さんのね、岸田政権の時やりましたよね。防衛費増額、ね、防衛費増税だってやりましたけども、それがさらに進むんじゃないかという予測が立つわけです。さらにもう一つは関税の強化。これ先ほどね、中国が動いたら200%まで関税上げるぞって、これ制裁行為なんですけども、そうじゃなくて、基本的に今中国の追い上げがきついわけですよね。中国に対してはどう出るかで言うと、 基本的な関税も高くしていきたいって言ってるんですね。でその中国に対しては60%の関税をかけていくぞ。ね。ちょっと上げていくぞっていう話をしてるらしいんです。じゃあこれって日本にどういう影響があるのかなんですけど、日本はですね、実は自国でというよりは、労働力で日本よりも安いですね。中国の工場で作ってアメリカに輸出するっていう企業も多いらしいんですよ。これが関税で売りづらくなる。関税かけるってことはどういうことかというとですね、外国からの商品に関しては、 税金を上乗せすることで、アメリカで売るときには売り値が高くなっちゃうってやつなんですよ。つまり価格競争力を弱められるわけですね。輸入品は高い。自国の商品安いって言ったら、アメリカ人どっち買うかというと、あ、じゃあ安い方買おうかな。アメリカ製のもの買おうかな。なるから価格競争力を弱められちゃう。その、海外のもの買おうと思ったら、高いね、税金。でもそれ国に入りますから。向こうのその、外国の利益になるわけじゃないですから、ネギがこっちでできない。 ねえ。こうなるとですね、日本の輸出産業もですね、アメリカだけを、ね、見てメインのターゲットの大きい市場にしてるとい企業も多いみたいなんですけども、アメリカプラス2、プラス3のですね、取引先っていうものも考えていかなきゃいけないかもしれない。つまりアメリカ一挙、その傘の下にいれば大丈夫。そういった時代から、防衛においても、 経済においても、アメリカさん以外ともうまくやりながら、自分たちの身は自分たちで守らなきゃいけない。お金も稼がなきゃいけないっていう未来になる可能性があるらしいんですよ。ええー、と。そこ怖いよと。ねえ。なんかちょっと明るい未来を教えてよということですけども、そのね、トランプさんになることによって伸びる業界ってのもあるよと。ここ知りたいですよね。えー、ビジネスチャンスはどこにあるんだ実は、 暗号資産。これがもう一度注目されるぞって言われてるんですね。この暗号資産。クリプトなんて言われますけども、ビットコインであるとか、イーサリアムであるとか、そういったものに関して、バイデン政権の時どういうスタンスだったかというと、ね、そなるべく規制を厳しくしていく。ね。このお、バイデン政権の時にですね、この証券取引所の委員長をやってた方がですね、まあ、暗号資産も証券みたいなもんだと。 だから株とかそういうものと一緒だから、厳しく管理していかなきゃいけないから、その自由に買って自由に売っていいわけじゃないからっていうことで税金かけたり、いろんな規制かけたりしてたんですよ。それによってものすごい不評だったんですね。暗号資産業界から。うわ、そんなことやってたら他の国に負けちゃうよって、アメリカが暗号資産引っ張っていこうぜなんてわけですね。俺たち儲けられないよって言ってます。それに対して、この暗号資産の業界も、実は今回、トランプ、だいぶ後押ししたらしいですね。 いやだからね、世界変わってきてるんですよ。あの時、グってね、規制されてた団体が、いや、じゃあこっちにかければ、緩まるぞって言って、グワって、イーロンマスク、暗号資産、そういった人たちが、うわーってね。だからいわゆるシリコンバレーのテック系の企業とかも、もうみんな、うわトランプにですね、かけて、ビジネスガンガンやらせてもらおう。儲けさせてもらおうぜ。これがでかいわけです。だからこの暗号資産は、またガーっと伸びるんじゃないか。 え、ね、言われております。さらに、先ほどの、電気自動車ですよね。EV 関連。これ、テスラの株もですね、ガーって上がったらしいですね。ええー。さらに、AI ですよ。AI に関しても、こちら、テック系のね、オープン AI ね、CEO のサム・アルトマンとか、そういった人たちがもうですね、トランプがですね、なったぞってなったらですよ。おめでとう、おめでとうとみんなね、とりあえずもう急いで出すんですね。うん、規制しないで、うち、うちを応援して、ってね。儲けさせて。てそういう、 動きの中で暗号資産、EV、そして AI。この AI に関しても、いろいろ揉めてましたよね。えこれリソース大丈夫って。何か違法なデータとか使って吸い上げて作ってんじゃないのなんていうの疑われてて、オープン AI の中でも揉めましたよね。倫理を大事にするチームと、売り上げスピードを大事にするチーム。で、揉めて、倫理観を大事にするチームが、ごっそりいなくなったっていうんです。大丈夫なんて言われた。 で、この AI の倫理観っていうものを、これを民主党とバイデン政権は大事にしてたんですよ。なので、AI に関しても、安心,安,心安全な開発を AI の業界でも求むよ、という形で大統領令を出して AI の違法なリソースとか、スピードだけのやり方とか、そういうのを規制する動きがあった。これをトランプさんは逆に解除するっていう発言もしてるらしいんですよ。AI どんどんやっちゃうよ。 なんで儲かるからですよ。アメリカ今ものすごい厳しい。経済が強いけど貧富の差ができている。でもアメリカにもっともっとお金を、もっともっと売り上げを立てると、俺はアメリカを儲けさせるんだって。そういう観点に行くと、暗号資産、EV、AI、こういったものは賛否両論の危険とかリスクとか倫理的問題なんかはらんでるけども、それよりも、 売り上げ利益を重視していきたいというトランプさんにとっては、この三つの業界っていうのは、この物議をぶっ飛ばす、そういう姿勢、非常に追い風になると言われてるんですね。暗号資産 EVAI がさらに加速して、アメリカがもっと景気良くなるのかどうか。 ねえ。それだけ見るとね、アメリカまたすごい儲けんのかなああ、じゃあそっか、トランプすごいな。そんな指示されてあなるほど。インフレも解決して、あれも、あれもこうして、じゃあ全部アメリカが持ってった。そうかそうかそうか、じゃあすごいな、アメリカ。う、ね、まくいくのかな思うけど。ただこれね、難しいって言われてるんですよ。矛盾も孕んでる、る何か。ね。実はですね、移民を排除するっていうこととか、 他国への関税を強化するっていうことって、どういう経済的な動きをもたらすか。基本的に言うとですね、移民を排除すると、安い労働力入ってこなくなりますよね。うん。そうなるとですね、インフレは加速するらしいんですよ。あれあれれ関税を強化するとどうなるか。関税を強化すると、ここ難しい隙なんですけど、なんからドル高に触れるらしいんですね。海外のものが売れないんだったらド、ドル優先で行くならドル買おうみたいな感じで、ドル高に触れる。 これもですね、インフレを進めさせる要因になるらしいんですよ。なので、このですね、大きくトランプさんが打ち出しているいくつかの政策は、お互いにぶつかり合うものも含んでるところなんですよ。インフレを過熱させたのは誰だ物価上げてんのは誰だバイデン政権だ民主党だそれを俺が解決する。ね、移民嫌だろ、ね 関税、中国、嫌だろね、関税かけるよ、中国に。移民は排除するよ。その上でインフレはなくすって言うんですけど、この関税と移民っていうのは、相互に、そういう関係性を持ってるらしいんですね。アメリカは非常に難しい。まあ、ね、その移民があるから、関税があるからっていうことでインフレが進んでたわけじゃないですから。このインフレが進んでるのは、ものすごい需要増と。 ものすごい景気がものすごい加熱してアメリカ一強の時代で加速しててのインフレですからそれと政治的なそのね思惑全部が一個の輪になってるわけじゃなかったわけですよこっちを押したらこっちが上がるかもしれないこういう矛盾をうまくコントロールできるかここが懸念点。それプラスイーロンとトランプ着替えそう、ね テック系のね、天才たちと、イーロン、て気が合いそう。効率化しろ。わかりました。お前ら全員首だ。うわーと、そういうの気が合いそうでしょ。ですが、そういったですね、テック系の人たちも、むちゃくちゃ自己中と言われてますから、要するに自分のスタイド全部決めてきたわけですね。X は次こうするって。こういう人とこういう人の相性が、いつまでいいかってのわからない。今は同じ方向向向いてるから、すごいスピード。 でも、もしですね、俺はこっち行きたい。イーロンが言って。俺はこっちだ。トランプが言った。どうなるかわからない。今までもトランプ政権に対して、例えばなんかピーター・ティールとか、そういう有名な投資家とか、テック系の人たちが、うわって寄って、一気に行くかと思ったけども、ある時を境にバーンって分かれてですね、急に距離取ったり。そういうのもあるらしいんですよ。ですから、今回ですね、いいじゃん、いいじゃん。俺の味方してくれて、ありがとう。お前らのやりたいようにやっていいよなんて言ってるんですね。それは良くないよって、いつなるかわからない。 ねえ。トランプって一貫したものをも持ってますけれども、かなりその場当たり的にスピーディーに変えていく人でもあるわけですよね。で、テック系のトップたちもそういう側面持ってますから、そういう側面同士の人たちがいつまでも連携を取れるのか、ここも不安です。というふうに言われております。なので、ねえ、アメリカが弱っている中で国際的な関係性ももちろん 一国の意思でうままくくいくとは言われていません、ね、あのベトナム戦争とかもありましたけども外国のやり方に口出しで全部コントロールするっていかに難しいかなんですよですからウクライナに対して中東に対してバイデンができなかったことをスピーディーにトランプができる可能性もありますけども他国の遠い国のことについていかにトランプといえでもうまくコントロールできない可能性もある他国との関係そして国内の支援者との関係 さらにはインフレ解決を期待してくれてる人と、その移民を排除してほしい人と、ここの矛盾。いろんな矛盾がありますから、現在はイケイケどんどんだけれども、それがちゃんと着地するかどうかをわからない。そしてそのわからない中に日本は多大に影響を受ける。トランプのやり方、アメリカのやり方、それによってですね、日本の防衛も、経済も、 輸出できるかできないか、防衛費上げるか上げないか、かなり動きが出てくると言われておりますので、我々にとってアメリカ強い国だな、遠い国だな、よくわかんないなとは言ってられない。アメリカがどういう動きに出るのかをしっかり読んで、じゃあ日本はどうなるのかわかった上でですね、この先の未来を生きていく。これが新しい日本人のこれからの賢い生き方だというふうに私は勉強しました。さあ。 ぜひです、ね、あのこういった情報をまたどんどん更新していきますので YouTube 大学登録してご覧頂ければと思いますではまたプログレス 人は何者にでもなれるいつからでも次はあなただ